ヨイニッチ思考、フォリオ 19R、話しのぶ、ポレモニアムスルリアム。話しのぶ科は世界に25族、400種ほどあり、ポレモニアムスルリアムは、ヨーロッパの温帯地域に自生しています。この植物は、古代ギリシャで薬草として最初に使用されました。古代ギリシャ人は、赤痢、刺痛、動物の咬傷を治療するために根を使用しました。19世紀になるとヨーロッパでは、狂犬病を治療するために抗梅毒剤として使用されました。マテリアメディカを見てみます。4:8、ポレモニオン。推奨されています。ポレモニウムケアルーリーアムチャリティ。ヤコブのはしご、ギリシャのバレリアン。ポレモニアは、細い小さな翼のような枝を持ち、葉は、ルーより少し大きく、ポリゴナムのように長く、ポレゴナムやパラミントのように長い。その上部には、実の房のようなものがあり、その中には、黒い種が入っています。根は1フィートの長さで白っぽくストルチウムに似ています。丘陵地や荒れた場所に生える。毒のある生物には酒として、赤痢、排尿痛。座骨神経痛には水と一緒に飲み物として飲む。脾臓にはティースプーン1杯を酢で割って飲む。サソリの攻撃を防ぐためにこれを持っている人は噛まれないと言われている。ザ・ハーバル・オブ・ディオスコアリド・ザ・ GRE ・イキエットナにも起こらない。噛むと刺痛が和らぐ。これはファレターリアとも呼ばれるが、カッパドキア人はチーオディーナミスと呼ぶ。以上です。